続いては、昨日から認知症についてお伝えしていますシリーズ、オイルショックです。今日は、レビー小体型認知症です。アルツハイマー型の次に患者が多く、認知症患者の5人に1人の割合でいると言われていますが、どんな症状かはあまり知られていません。また、誤った診断をされると悪化する恐れもあります。どう発見し、どう向き合うべきか取材しました。 おいしいおいしい札幌市南区に住む吉田勉さん86歳、うん、5年ほど前から物忘れが激しくなりましたこれ何お豆腐さらにある症状が家族を驚かせました、うん、な,いないものが見える原始ですい あっちへ行ったね見においでよ早くおいで誰か行ったのあっちにうん人がいるとか人形がいるとか猫がいるとかいろんなものが見えるみたいですね <laughs> 医師の診断は レビー小体型認知症でした。原因はレビー小体というタンパク質です。これが脳の中心部に溜まると関節が硬くなるパーキンソン病を引き起こします。そのレビー小体が広く、大脳皮質にまで及び言語や記憶などに変化をもたらすのがレビー小体型認知症です。 原因となる物質が一緒のため、患者の多くは手の震えや小刻みな歩行など。パーキンソン病のような症状を伴います。今日はまたいい方でね。もう出かけから、危ない足取りで。タタタタタタッとこんな風に歩き。ストムさんは最近転ぶことも増えてきました。 それでも外に出ることが好きだったストムさんのストレスを少しでも減らしたいと妻の A 子さんは毎日散歩に付き添います先月砂川市でレビー小体型認知症の家族の会が発足しました医師から症状や治療法などを聞くとともに悩みを共有し介護者の負担を軽減することが目的です メンバーの一人、菅井麻里子さんは内野町で母親の介護をしています。み、はい、つこさんが持ってきた椿の花が咲いたよ。ね。はい、母親の小川逸子さんに異変が現れたのは9年前。めまいなどの症状が強かったため、最初はメニエール病と診断されました。 はい、薬飲んでても何も改善傾向はないし家族でちょっとこう,うつうつとしてるようなそんな状況だったかなと思いますけれどもレビー小体型認知症の患者には原子や体のこわばりのほかうつ、めまい、失神などさまざまな症状が現れます。そのため診断が難しく 別の病気と誤診されることも少なくありません。いつこさんが正しい診断を受けたのは、はい、発症から2年後のこと。うん、適切な治療が受けられなかったことに加え。真理子さんは母親の原始の症状を理解してあげられなかったことを悔やんでいます。動かして。もぐもぐね。あそこに黒い服を着た看護師さんがいるんだけど。私を見て何か言ってるわとか。うん 当初は不安の塊だったと思うんですレビー小体型認知症ですよでもこういうことですから安心してくださいねって説明してくださるような先生に出会えていたら不安感とか寂しさっていうのはもう少し軽減されたかなと思いますねレビー小体型認知症の患者にとって誤った診断は非常に危険だと 専門医は指摘しますいろんな薬飲んでちょっと副作用が出やすいということがありますので幻覚を治そうと思ってそういう向精神薬を投与しますがかえってそれによって、えー、転んでしまったりえん、ー、下が少し悪くなってしまったり生命予後の悪い方にも転がっていくと。 早期発見のために有効なのはスペクトという脳の血流を見る検査です赤や白になっているのが血流が低下している部分ですレビー小体型認知症の患者は後頭部の血流が低下するという特徴があるのです1 0 0 7はいくつですか1 0 0 7を引くの100から7を引く、うん、言ったら 発症から5年ほど経った吉田勉さん症状は進みましたが訪問診療や訪問介護を組み合わせることで自宅での生活を続けていますレビー小体型の患者はアルツハイマー型に比べ認知機能が残り徘徊や暴力などが少ないと言われていますかつて 書道家として世界中を飛び回ったさん調子がいいときには昔の記憶もよみがえります。 レビー小体型認知症の患者は国内に92万人いると言われていますしかし診断を受けていない人や別の病気と誤診される人がまだ多いのが現状です、はい、レビー小体型認知症と私名前は聞いたことがあるんでですねでもどういうものなのかというのをあまり詳しく知らなかったんですが、うん こういうういい症状だっててのは知らなくて、えー、その例えば気になる何か一つ行動がある、うん、じゃあちょっと病院行こうかと言われて行くところそれがまあめまいがあるから耳鼻科だとか、えーうん、足に来てるから外科とか整形とかってなるとそこで診断されるものがレビー小体型というこれ言われないとなると、えー、まあいわゆる誤診されるケースというのは。 非常に多いんだろうなってね。ね感じますね。でも早く気づいた方がいいわけですから。うん、過疎化どこを見たらレビー小体型というのを疑えばいいんですか?。はい、あのですね。その症状によってレビー小体型の疑いがある場合があるんですね。はい、こちらです。物忘れ、原子、鬱、動作が緩慢、筋肉のこわばり、小股歩行。大きな寝言、失神です。特にですね。この原子や寝言を含んで。 複数の症状に当てはまるという方はその症状を詳しく伝えた上で病院で検査を受けることをお勧めします。